皆さん、それではそろそろ緊急集会を始めたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではですね、ただいまから緊急集会、原発事故後の人権状況、国連人権理事会でのアナンド・グローバー氏の勧告を受けてということで、始めさせていただきたいと思います。この集会はですね、主催が国際環境 NGO FOE ジャパン、そしてアワープラネット TV、ヒューマンライツなどの共催で行います。また、全国労働安全衛生センター連絡会議、チェルノブイリ被害調査救援女性ネットワーク、被爆労働を考えるネットワークの協力をいただいています。で、皆さんすでに報道等でご存知のようにですね、先般、国連のですね、健康に対する権利特別報告者アナンド・グローバーさんがですね、昨年11月に日本に訪れまして、福島原発事故後のさまざまな、福島原発事故の被害者の権利に関する調査を行いました。で、その中でですね、グローバーさんは、ありとあらゆる人たちに会ったわけなんですが、政府関係者、被害当事者、市民団体の代表者、専門家などと、ヒアリングをして意見交換をした結果ですね、報告書を取りまとめました。で、その報告書をですね、先日国連の人権理事会で報告を行いまして、日本政府に対する勧告を発表したところです。で、今日はですね、このアナンド・グローバーさんの報告、そして勧告の内容を皆さんと共有するとともにですね、今のジュネーブにヒューマン・ライツ・ナウの伊藤和子さん、そして市民放射能測定所の岩田渉さんなど、あとピースボートのメリ・ジョイスさんがいらっしゃっていまして、国連でも発言されています。で、ですから今その国連でのその状況をジュネーブから報告していただくとともにですね、これからそのアナンド・グローバーさんの勧告の内容をですね、実施に結びつけていくためには私たちは何をしたらいいのかというのを各分野について取り組みをされていった市民団体の皆さん、そして弁護士の皆さん、そして被害当事者の方とも電話で結んでですね、議論したいと思っています。で、まずそのアナンド・グローバーさんの報告についてなんですが、皆さんお手元にヒューマン・ライツ・ナウが作った仮訳が配布されていると思います。で、詳しくはそちらをぜひお読みいただきたいと思うんですが、今簡単にいくつかの点を共有させていただきたいと思います。で、まずですね、私たちが注目しているのはですね、このアナンド・グローバーさんが非常にこう、健康問題、そして避難問題に踏み込んだ、調査報告、勧告を行っているということです。で、報告の中で、アナンド・グローバーさんはですね、日本政府が今まで取ってきた、避難政策ですね、20ミリシーベルトを、これについて反論もあるんですが、20ミリシーベルトを安全だと言ってですね、20ミリシーベルトを基準にした避難政策を取ってきたことを指摘しています。で、またその、それに基づきましてですね、国際的に合意された1ミリシーベルトという、レベル以下になるまでですね、帰還というものを人々に強いてはいけない、促すべきではなくて、で、それまでその賠償を打ち切るべきではないというようなことを、言っております。で、そしてですね、特にその勧告のところをご覧いただきたいんですが、ですね、例えばですね、健康調査に関しては、1ミリシーベルト以上の地域に居住する人々に対して健康管理調査を実施すること。で、そして基本調査には個人の健康状態に関する、状態と被爆の健康影響を悪化させる要素を含めて調査がされるようにすること。で、あるいはその子どもの健康調査は甲状腺検査に限らず、実施し、血液尿検査を含むすべての健康影響に関する調査に拡大すること、
甲状腺のフォローアップと二次検査を行うこと、あるいは、情報の開示についても書いてあります。個人情報を保護しつつも、検査結果に関わる情報への子どもと親のアクセスを容易なものにすることなど、非常にこう手厚い健康面でのその勧告、調査結果に基づく勧告を述べています。でそしてですね、とりわけその、やはり、私たちがですね評価したいのは、原発事故の被害者、特にその脆弱な人たちですね、脆弱な人たちが、政策決定に参加していくべきであるということをこの報告のおよび勧告の随所で述べています。で特にその勧告の一番最後にですね、特別報告者は日本政府に対して、放射線量に関連する政策情報提供に関し、以下の勧告を、実施するように求めるということで、避難地域公衆の被爆エンドに関する国としての計画を、科学的な証拠に基づきリスク対、経済効果の立場ではなく人権に基礎を置いて策定し、公衆の被爆を年間1ミリシーベルト以下に低減するようにすることという勧告を行っています。でこれはある意味その、今までですね、アララの原則としてですね ICRP なんかが勧告していた、つまりその、経済的な合理性に基づくその、避難被爆防護の基準というものにではなくて人権に基づくその、被爆防護をするべきだという勧告で、非常にこれについては私たちとしては評価したいというふうに思っています。はい、なんかちょっとあまり網羅的な説明になっていませんが、詳しくはヒューマンライツナウの仮訳をご覧ください。分野としてはそのお手元のこの仮訳、非常に分厚いものになっていますが、法的枠組みについて、そして福島原発事故の、事故の状況、そしてその後に取られた政策についてですね、でこの中で、情報開示が十分行われていなかったことがについて触れています。でそして、お手元の、翻訳の6ページ目から健康に対する権利と原発災害対応という章でそのようなことが書いてあります。で、11ページ目ぐらいからその原発事故の健康影響に関するモニタリングについて触れられています。で13ページ目から今現在行われている福島県で行われている健康管理調査について、触れられています。で15ページからは甲状腺検査ですね。であと23ページ以降に先ほど申し上げた日本政府の取ってきた避難政策に関するその政策決定と情報について書かれています。で除染についてもかなり書かれていますね。で31ページからその透明性とアカウンタビリティということで、政策決定における人々の参加などについて書かれています。ということで、残念ながらその労働被爆についてあまり踏み込んだことは書いていないんですが、大体全体の構成はこのようになっています。で一番最後に勧告が書かれています。はい、で以上が簡単な、内容の紹介です。でそれでは、ジュネーブの方にいらっしゃる、ヒューマンライツナウ事務局長の伊藤和子さん、今 の, そのジュネーブでの状況ですとか、市民団体 の, そのシンポジウムですとかについてちょっと教えていただければと思います。聞こえますか？はい、聞こえてます。今大丈夫ですか？はい、お願いします。最新の情報について教えていただけますか？はい、
ヒマラヤ島の支局長しております伊藤です。こんばんは、よろしくお願いします。で今日は私とですね、それからこちらに、CRMS の岩田さんも、それから、ユシキナさんの方もですね、ユシキナされている思いながさん、出てきていただきましたので怒ります。それから、ヒマラヤ島の支局長さんがおります。で昨日までは井戸川町長もおりまして、聞こえますかね、官庁長も、参加されまして、ピースボートからも、数名来られてまして、10人以上の、メンバーで、今回活動を取り組んでおりました。で、アナンドグローバーさんにつきましては、27日のですね、4時半ぐらいから、報告が、行われまして、先ほどご紹介していただいた内容の報告を、ね、していただきました。で、それに対して日本政府コメントも同時にですね、5分ほど、出されまして、そのコメントがですね、かなり嘘ばっかりみたいな、ちょっと非常に皆さん、井戸川町長は大変怒っていらっしゃいましたけれども、非常にそのアナウンサーの、報告を貶めようとするような、そういうステートメントを出されていました。それで翌日になりまして、私、ヒマラヤタウンから、それからピースポートからもですね、発言をする機会がありまして、アナンド・グローバーさんにですね、報告に完全に参加しているというお話をさせていただきまして、で最終的にですね、アナンドさんからも、日本政府に対するかなり慎重した再反応が見られるという状況です。それから、昨日のですね、ジュネーブ時間午後4時からですね、一般メディアの方もいただきまして、サイドイベントをですね、こちらで開催いたしました。でこちらのサイドイベントの方で、やはり国連のですね、正式報告ですと、福島の件5分ぐらいしか喋れなかったんですけれども、アラームさん20分以上にわたってかなり本当に熱心にですね、この勧告に至った、思いというようなところも含めて、それから日本政府がこのように日本の対応がこのようにひどいということもですね、パワーポイントとしかですね説明をしていただきまして、非常に会場にいた方もですね、日本がこれだけひどいのかということで、驚いていらっしゃった方もいらっしゃいました。でいくつかですね、政府関係者ですね、日本政府は来なかったですけれども、来ていただきまして、政局の中に縁になったと思います。日程的なところはそんなところでした。ありがとうございます。ですね、アナンドさんの報告に関する海外メディアの反応というのはどんな感じでしょうか。チェックしていらっしゃいますかね。海外メディアの反応ってどんな感じですかね。メディアの反応、メディアの反応はどうだろう。メディアかなり来てまして、記者会見の前に、かなりカメラが入りまして、インタビューしてました。日本のテレビ局だけではなく海外のテレビ局だと思うんですけれども、何社か来てですね、インタビューされて行かれましたので、国際的には結構注目を集めて、海外メディアではですね、歓迎されているのではないかなと思います。すでにいくつかワシントンポストとか、いくつかのところにすでに記事が掲載されたというふうに聞いてまして、でまだ私も詳細確認してませんけれども、そんな状況です。はい、与田さん、海外メディア全然海外メディアの状況をフォローはできてません。サイドイベントの時なんかでも、スイスのテレビ。スイスメディア、海外メディア。わからないです。ですね、じゃあアナンドさんのその報告を受けて、これというのはその特別報告者の報告と勧告ということで、このままこう、何でしょうか、日本政府は今後何でしょうか、どういう重みを日本政府にとって もたらすものなんでしょうか。そうですね、国連特別報告者の報告といったのが一つですね、かなり国連の中で重要な、ポジションにいまして、それで、他の報
国はですね、日本のような国ではなくて、例えばアゼルバイジャン共和国とかそういうところに連合いたす権利とかそういう、ものだったりしたんですけれども、日本のような国に、来て調査をしてこれだけ詳細に勧告をするというのは異例なことではないかというふうに思っています。で、過去に、こういう調査として来たのは、十分慰安婦問題に関するマラスラミ報告というのが非常に有名なんですけれども、それがですね、非常にいまだに有名な国連ドキュメントとして残っていまして、そのマラスラミ氏の勧告を日本が実現しないということを、その後15年以上にわたって、日本はずっと攻められた国にまで来ておりますので、非常に国連の報告としては重いものになっております。で、それを、基本的に国連加盟国としてはですね、条約遵守というのがありますし、日本政府は今人権理事国になっていますので、これを本当に勧告を実施していかなければならないという責務をですね、負っています。で、かなり非常に拘束力が強いし、権威の高い遵守国というふうに思われています。ですので、これ今後ですね、日本でどんどん、広めていき、勧告を実現を迫っていくことも必要ですし、国際的にももっとアピール国際的にもこの勧告を実現させるようにしていくことが大事ではないかなと思います。ありがとうございます。岩田さんも一言いただけますでしょうか。今回 その勧告についてちょっとコメントいただければと思います。今回のコメントです。本当にその特別報告者がまずアランド・グローバーという方と、これは彼が選べるサブジェクトを選べるわけではないんですけども、本当に彼が記者であっても幸運だったと思います。幸いであったと思います。このまま本当に彼が来たのは去年の11月ですけども、それまでに1年半2年近くの間にこう行われてた、あるいは直面してきた問題点のさまざまな側面ですね、それをこう網羅的に中間ステータメントの意味でも本当に網羅的にカバーしていたんですけども、最終報告もそれをさらに突っ込んだ内容となって非常にいい報告内容だったと思います。それで日本政府の、ステートメントですね、それに対するコメントというのは、期待していたというよりもひどいもので、もうちょっとマシなこと言ってくるかなと思ったんですけども、恥じるのにかからないひどいものだったなというのが印象です。それでこの中で、今いろいろやり取り、これを受けたやり取り、日本の中でもあると思うんですけども、これに合わせて、日本の、主要メディア、読売であったり、朝日であったりとかが、アンスキアの、リポートをぶつけてくるという形で、この出来事自体が非常にこの、もちろん法的拘束力がないわけですけども、この人権理事会のこうした最初報告というのを、彼らは恐れているという一面が見えたと思います。で、この日本政府が出したステータメントに対する、このコメントに対する、あれですね、これに対してというか、こうしたものが残ったというのが一つ重要なことだと思いますし、もちろんフォローアップというのが必要なんですけども、このアナンド氏の報告の中でもそうなんですけども、この、意思決定プロセスの中に住民を含める、あるいはその一般の人々を含めていくというのは非常に重要な勧告であったと思います。で、それは未だ実現されてませんし、ただただパブリックを含めていう形で募集するような形、これ子ども被災者支援法についてはまだそういった形を取られてないわけですけども、 NRA に関してもそのパブリックコメントというのが募集されてますが、実際にその意思決定のプロセスに人々が参加したといえるような状況というのも未だ実現されていませんし、その仕組みについても不明確なわけです。実際これ簡単なことではないと思うんですけども、まず基本的な情報がきちんとたどり着いていなければ、この意思決定というもの、個人のその意思決定ということも果たされないわけですし、全体としてのこの意思決定を集約する、あるいはコンセンサスを得ていくというようなプロセスになかなか結びつかないということが、問題として、まず一つ、本当にスタート地点だとは思うんですけども、そういったところが、そういうところが一番大事だなと思います。
で、あとはこちらに来て、他の、他の問題もいろいろ議論されるわけですけども、例えば中絶の問題で来てたクリスチャンアソシエーションの方とかと、そうした方が声かけられてお話しするんですけども、やはりこう日本の状況というのを知らないという方がいるということがよくわかる。そのもうすでに原発の状況も、終わっていて、で何らかのこう措置が取られていて、もう全く問題がない状況であるから自分らはそうしたことを伝えられていないんだろうと考えていたというようなことを聞いたりすると、やはり日本だけの状況ではなくて、世界的にも今現在のその状況、実際には次福島原発のところで地震があろうが電源喪失しようが、地下水で水素爆発を起こそうが、これは本当に世界レベルの問題を抱えて続けている。これ福島だけの問題でもなく日本だけの問題でもなくて、もう本当に北半球全体を汚染するような問題、非常にこれが、フラジャイルな状態になっているっていうような現状っていうのを世界の人たちが知らされてないっていう状況で、これはこの深刻な状況っていうのが僕した、国連という場で伝えられたというのは非常に重要だと思います。以上です。私たちには本当にこういうことに関わることが今までなかったので初めての体験だったんですけれど、こうやって日本でも全く知らされていない出来事がやっぱり世界にも知らされていないということも分かりましたし、世界に対してこんなに日本がいい加減な説明をしているんだということも初めてここで分かることができました。で、逆に言うとそのいい加減な説明の中に、私たちが突っ込めるところがあるなというふうに感じるので、逆にそこでいい加減に言ってるところを、一つ一つ、逆に私たちがここは実際こういうふうに言ってるんだからこの通りにしてくれよというふうにもっと動く周りに知らせていく必要があるなというふうに感じました。私は松本に帰ってからこのことをもう一度報告し直して、松本からもう一度いろんなところに発信していきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ一旦こちらの方で引き取らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、ジュネーブではですね、グローバーさん報告の後、日本政府がですね、これに反論するようなステートメントを出しています。で、その内容についてはまた分析の結果、反論をさらに私たちの方で出していきたいと思うんですが、一番最後にまたご紹介させていただきたいと思います。で、まずはですね、このグローバーさんの、報告、そして勧告について、市民団体の皆さんからコメントをいただきたいと思います。被爆労働について、被爆労働 を考えるネットワークの夏美さん、お願いいたします。被爆労働を考えるネットワーク、夏美です。よろしくお願いします。今回、グローバーさんが、日本で、各地で調査をされるということを、伊藤さん経由で伺いまして、それで僕たちが、これまで取り組んできたこととかですね、実際にその労働者の中で、どんな事態が起きているかということを僕たちの知る範囲の中で、情報提供したりですね、我々のネットワークに、も入っている、実際原発で収束作業をしていた仲間の方からも、情報提供という形でさせていただきました。で、今回のですね、仮役で作っていただいた部分の中では、被爆労働者の問題については、これは42のところで原子力発電所作業員の健康というところで書かれています。で、正直言うと、こんな漠然とした言葉になっちゃうのかなっていうのが実は正直なところでですね、これだとちょっと僕たちも収束作業や除染
労働の問題で、省庁交渉等々を行って、来ているんですけれども、おそらくこういう漠然とした、書きぶりだとですね、日本政府の方は痛くも痒くもないというのが実は正直なところです。で一方で何ていうかな、逆にこの、ステートメントっていうのが日本政府のみならず、世界に対して発せられた報告書であるということを考えるとですね、こういう表現でも十分一般的なことは伝えられているところもあるのかもしれないとも思います。でこの、被爆労働のことでいうと42、43、44とあってですね、具体的なところって実は44だけなんですね。42、43については主に日本政府の対応とかですね、事実関係みたいなものを、簡単に書かれているっていうところです。ただこの44については非常に的確なところをですね指摘されているというふうに思います。とりわけこれは、原発、収束作業に入っている労働者がですね非常に重層下請け構造の中で不安定な環境で、しかも、簡単に切り捨てられるのでその後の健康調査が実際には継続されていないんだということをきちんと指摘されているという点についてはですね、これはそれこそ、国内のさまざまなその運動している人たちの中でもですね軽視されがちな部分をきちんと指摘されているのではないかなというふうに思います。ただこれは書き方が非常に一般的なものですから、このことが何を意味しているのかということが伝わりにくい部分はあるだろうと思います。例えば、この44のところなんかは、やっぱりそのはっきりとですね、重層下請け構造の中で、末端の労働者が使い捨てられているというふうにきちんとやっぱり書くべきだろうというふうに思うんですね。で、このステートメントというのは基本的には健康の問題を主眼として書かれているわけですけれども、健康というのは当然その一定程度の安定した生活環境が保障されて初めて成立するものですから、実際その、末端で働いている使い捨ての事実上の日雇いの人たちがですね、に対してきちんと雇用と生活が保障されていないと、そのことによってきちんと健康管理がされていないということを、具体的にやっぱり、本当は言葉で指摘していただきたかったなというのが正直なところです。これを読むとですね、そういうことを言っているんだろうということは実は分かるんですけれども、あまりにもちょっと書き方が一般的になっちゃってるなというふうに思います。で特にですね、ここでは、その末端労働者が貧困者で中にはホームレスの人もいるということを指摘してくださったことはいいと思うんですけれども、そういう人たちがなぜ健康サポートがされないのかっていうことをきちんとやっぱり出すべきであっただろうし、それから新聞でも鉛による被爆隠しの問題が出ましたけれども、それが起こるというのはやはりそれは業者任せになっているっていう問題ももちろんあるわけですけれども、要するに雇用、要するにクビになるかもしれない、仕事がなくなるかもしれないという不安の中で労働者が常にいるわけなので、生活や雇用をきちんと国の責任で確保しない限り、健康モニタリングもその後の、治療もですね、やっぱり安定的には行われないんだということをやっぱ具体的に指摘していただければなお良かったのではないかなというふうに思います。あとは ちょっと残念だったのはですね、女性労働にはですね、これは法令自体がきちんと、法令、別に、原発労働だって法令がちゃんとしてるわけじゃないんですけども、そうか、そっちの方行くかな、やっぱりその、日本で言えばその労働安全衛生法の中にですね、被爆労働の、ことが非常に軽視されているという問題があります。例えば、労災対象疾病の数もですね、非常に少ないという問題があります。でこれは海外の、と比較してもですね、日本はそこで非常に問題があると。さっきの重層下請けの問題も実は世界的には非常に稀なことなので、きちんと説明が必要だろうと思うんですけども、被爆労働をめぐるですね、法的な整備が日本は遅れているんだということも本来はきちんと指摘していただければというふうに思います。あと女性については同様の問題があるんですけれども、女性のところに関してはどちらかというと、いわゆるその住民の人たちの女性のことが主に書かれていてですね、女性労働自体が大変な被爆労働なんだということが、もう一つ加われば、
良かったかなというふうに思います。率直な感想としては以上です。ありがとうございます。続きまして、福島老朽原発を考える会の坂上武さん、お願いします。はい、私の方からは避難政策についてコメントしたいと思います。仮訳でいうと23ページの45番以降になると思います。で、私たちは今政府がですね、20ミリシーベルトという事故前の20倍 の基準で、避難をさせたということをずっと問題してきたわけですけれども、政府は今同じその20ミリシーベルト、これでもう帰還をさせようと、これ未満であればもう帰ってもいいんだという形で帰還をさせようというふうに、動いています。その中でこの勧告というのは非常に意味を持つというふうに思っています。で、45番で、その政府が今、20ミリ以下でですね、帰還を進めようとしているという指摘が、されています。で、これに対して日本政府はこれは誤りで、宿泊が制限されているだけだというような反論をしています。これは板瀬村等 の状況だと思うんですね。で、ところが今12月ですね、もう昨年12月になりますけれども、あとでお話もご本人からいただくことになってますけれども、例えば伊達市の特定避難勧奨地点ですね、これが12月で解除されてまして、で解除の理由が何て書いてあるかというと、積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であることが確認できたためという理由になっています。ですからもう20ミリシーベルト以下ですね、20ミリシーベルトで避難させておいて、20ミリシーベルトでもう帰還をさせると。で、実際に3月ですね、3ヶ月後に賠償を打ち切って、もう兵糧攻めという形で避難者に対して帰還を促すというような動きになっています。また、来年3月にはその、避難者に出されているですね、家賃補助が、切れるんではないかということで非常に問題になっています。そういう意味でも政府の反論は当たっていないというふうに思います。で、また48番でその政府がですね、年間100ミリ以下では発がんに関して危険がないので、年間100ミリ、20ミリシーベルト以下の50不可能地域は安全であると保証したというふうに政府が言ったと書いてあって、で、これに対して日本政府はいや、そんなこと言った覚えはないというような反論をしているようです。もし本当に20ミリシーベルト以下が安全ではないというのであれば、じゃあなぜ伊達で20ミリシーベルトで解除するのかと言ったことはまさに問題になると思いますし、それから政府が今やっていることはですね、例えば直線モデルですね、低線量であってもそれに応じたリスクがあるんだということを、そういうのを証明はできないんだという形でそれを否定するようなキャンペーンとかですね、あるいは低線量のリスクはタバコや肥満に比べたら小さいんだというような形で、もうまるで100ミリ以下ではあれば、問題がないようなキャンペーンを実はやっていますですね。そして先ほどのその20ミリでの期間を流すという動きにつながっているわけですよね。そういう意味では非常に政府のその欺瞞的な対応というのはその反論からも見えてくると思います。また46番で、電力則に従ってですね、3ヶ月の被爆線量が 1.3 ミリシーベルトを超える区域を管理区域とするように規定している。で、これは放射線管理区域の、日本の法令をきちんとグローバーさんが紹介してくれたものですけども、これに対しても、日本政府はですね、また別の基準を持ってきてそれに上書きさせようと、これを指定するようなそういう反応をしていますし、それから年間の線量限度の1ミリシーベルトというのをそれで否定しようとしているということになっています。また47番で、日本政府が、ICRP の1ミリから20ミリの、いわゆる現存時被爆状況の適用ということが書いてあります。で、実は日本政府はただこの ICRP の現存時被爆状況の適用すらちゃんとしてないんですね。で、ICRP は極力1ミリシーベルトに目指して長期的に努力をしなさいと、なるべく低い値で参考レベルを定めて先の努力をしなさいということになっています。で、日本政府はこれまで、それは除染を頑張りますということでやってきたんですけども、昨今ですね、もう、除染目標の1ミリシーベルトはもう現実的に無理だと。で、これは私たちも除染の限界というのはずっと指摘し続けたわけですけども、政府も認めざるを得ない状況になって、で、今何をやりだしたかというと、だからじゃあ避難の促進を、改めて言うんではなくて、
もう20ミリ以下で被爆を強要すると、もうそれでちゃんとそれで暮らしなさいというような形で まさにこう人権侵害が、現実にもう起ころうとしているという状況だと思います。そんな中でこういう、勧告が出たというのは非常に意味があるというふうに思います。はい、ありがとうございました。そして健康管理調査については私の方から簡単に紹介させていただきます。ですね、グローバーさんのその報告はやはりですね、非常にこう詳細に現在の健康管理調査の問題点をついたものだと思います。で、まずですね、県民健康管理調査というのは福島県のみ行われていて、そしてその小児の甲状腺がんにとりわけこう焦点が当てられておりまして、放射線被ばくを対象にターゲットにした、検診というものが避難区域内の人たちからの避難者には行われているんですが、事実上そこでとどまっているという、問題点があります。すなわち非常にこう狭い範囲で健康管理調査が行われており、そしてその検査内容も非常に不足しているということですね。甲状腺機能の低下、白内障、心臓血管疾患、免疫等々のさまざまなその、疾病というものをターゲットにした調査は行われていなければならないんですが、それが行われていない。で、特にそのグローバーさんがその、来日された、去年の11月の時はですね、甲状腺のその、検査をめぐる情報開示のあり方が非常に大きな問題となって、多くの人たちがですね大変悩んでですね、検査を受けた人たちに情報が情報開示請求をしなければ渡らないというような状況でした。で、今もその状況は続いているわけです。若干改善はしていますが、基本的にはそういう状況が続いているわけですね。で、そのこと、つまりその情報開示、その、被害者がきちんとその自分たち の, その健康に関するその調査結果にアクセスするような、そういった権利についても勧告しております。で、 とりわけですね、はっきりと勧告してこれはすごいと思ったのはですね、1ミリシーベルト以上の、被爆線量の、全ての人たちを、全ての地域を対象に健康管理調査を行うべきであるということが勧告に含まれています。で、これは思い切って書いた、私たちは評価したいと思います。ところがこれに関してですね、日本政府は早速、反論しています。で、なんて書いてあるかというと、すでにやっているってまず書いてあるんですね。で、そしてその後にこれも相矛盾してるんですが、このようなね、1ミリシーベルト以上の、追加被曝量1ミリシーベルト以上のエリアで、健康管理調査をやる必要性、科学的な根拠がないって、その十分な科学的根拠がないって、その2番目に書いてあるんです。まずやっている、で、そして科学的根拠がないと書いてあるんですね。で、その後ですね、このような、提案は、つまり科学的な根拠を欠くような提案を受け入れられないという非常に強い言葉でですね、この特別報告者の勧告というものを、否定しています。で、その理由として書いてあるのがですね、追加被曝量1ミリシーベルト、日本のその放射線バックグラウンドは 2.1 ミリシーベルトであると。で、追加被曝量1ミリシーベルトを足すと 3.1 ミリシーベルトであると。これはアメリカの自然放射線量と同じようなものだから、つまりやる必要がないみたいな、そういうことを書いてあるわけですね。で、この日本政府のこの回答はですね、非常に問題だと思います。日本政府が今まで、日本はですね、まあ、一応 ICRP 等の国際的な勧告で公衆の被曝限度を1ミリシーベルトとされているもの、つまり100ミリシーベルト以下であってもですね、低線量被曝はその、量に線量に応じた、線量に応じたその影響が出るという、敷地なしの直線モデルを受け入れて定めていたわけですね。これを真っ向から否定するようなことを自らこう公式の場で書くというのは、これは非常に問題が 多いと思っております。本当にへ理屈も甚だしいというような印象を持っています。で、そしてですね、健康に関するその、情報をですね、ごめんなさい、
それからまたその、尿検査とかその心電図、ごめんなさい、尿検査ですか、血液検査も含むような健康影響のその調査を行うべきだという勧告もあります。その甲状腺がんの、甲状腺のそのチェックだけではなくという勧告があるんですが、それに対する回答についてもですね、これについては誤解があるというような言い方をしています。で、この勧告はすでに実施しているというふうに書いてあります。で、これはもちろんそのこの勧告が意味することはですね、今までその避難区域のからの避難者に対象してとしてやっているようなその検査をもっと広げるべきだということもを指しているんですが、これはなんかやっているというふうに回答しています。で、またその後ですね、このようにその尿検査や血液検査を行うような科学的な根拠がないというような言い方をしてですね、であるからこれは受け入れられないというような反論をしていて、一体何をもって科学的な根拠がないということを言っているのかというのは本当に強い怒りを覚えています。チェルノブイリ原発事故後のですね、国際的な、調査が入ったわけなんですが、その時もその、尿検査、血液検査というのはやられていたわけですよね。で、そういったようなこともありながらですね、この日本政府がここまで強い口調でですね、この、勧告についてやっているとか科学的根拠がないということは非常にこれは不誠実な態度だと思っております。また専門家の皆さん、市民の皆さん、そして被害当事者の皆さんとともにこれについてはしっかりと反論していきたいと思っています。以上です。続きまして、リプロダクツヘルスについて、チェルノブイリ被害調査救援助成ネットワークの吉田優子さん、お願いします。チェルノブイリ被害調査救援助成ネットワークの吉田です。リプロダクティブヘルスについてということなんですけれども、今日お手元の方にですね、資料を1枚なんですけれども、入れさせていただきました。今日はこの内容について触れる時間は、ないんですけれども、さまざまな汚染地域ではですね、特にここは女性の方にちょっと、絞ってますけれども、さまざまな、生殖健康上の問題が起きているというのが現状です。で、今回のこの報告書の中ではあまりそのことについては、触れられていなくて、21ページ報告書の方ですね、41番妊娠と出生調査、これは福島の、調査の中でのことを書かれているということだと思うんですけども、ここでもですね、調査には女性の出産前の健康、出産の記録、精神衛生が含まれるというふうにありますが、これは本当にもう出産のはすぐ、いわゆる妊娠状態に至って出産前の健康というような非常に短期的なものを、調査自体はですね、そこしかやっておりませんので、これは調査に福島の調査について書かれていることなので、これはしょうがないんですけれども、さらにですね、この子宮内被曝が、精神状態に影響を及ぼすとする研究を考慮するよう求めるというふうに、また白血病について調査することを求めるというふうになっておりますけれども、実際にチェルノブイリの汚染地域ではですね、さまざまな問題が起きておりますので、これは国連の中自体でもチェルノブイリの状況が正しく伝わっていないということの、表れであろうかというふうにも思います。もちろんチェルノブイリの影響が甲状腺だけではない可能性ということについて触れられていますけれども、なかなかやっぱり実態が伝わっていないということがですね、こうしたところにも現れているのかなというふうに思います。ですから韓国の方では特に、そういう形では明示的には示されておりませんけれども、もっと、広い、範囲の健康影響調査を求めるという形になってますけれども、そこにですね、もっと現実に即したやはりチェルノブイリから学んだ形でですね、どういった調査が必要なのか、どういったことに留意すべきかということをさらに、
進めていくべき、私たちも要求していくべきだというふうに思います。まあ、ちょっとあまり触れられているところがあまりないので、ちょっと短いですけど、これで終わります。はい、ありがとうございます。次にですね、情報開示と知る権利について、情報公開クリアリングハウスの三木由紀子さんからお願いします。情報公開クリアリングハウスの三木と申します。報告書と勧告を見ていただくとお分かりになると思うんですけども、前面にわたって情報公開とか情報開示というのがキーワードになってまして、一体何について言えばいいのかというのがですね、ちょっと困ってしまったんですが、最初に報告書の8ページの15というのを見ていただきたいんですけれども、原発事故と避難に関する情報という項にですね、15の最初にですね、情報へのアクセスは健康への権利に不可欠の要素であり、個人は情報へのアクセスによって自分たちの健康に関する決定を知ることができるというふうに書いてあるんですね。で、私はこの報告書を見てですね、この報告書のメッセージは、当事者は市民なんだから、市民が自分で考え行動できる情報は政府も党でもちゃんと出しなさいということをずっと言ってるんだというふうに、感じましたというか、そういうふうに思いました。で、結局この間問題なのは、当事者が誰かといったときに、住民とかその被爆を実際に受ける個人を中心ではなくて、当事者は政府や東電や福島県だったりとか自治体だったりという当事者が中心に物事を決めて、本当は住民が中心なければいけないのに、そこから住民がかなり遠くに政策決定などからは追いやられているということが大きな問題だというふうに私自身は感じてきてますし、現実そういうことなんだろうというふうに思っています。なので、住民参加やそれから健康の問題というのは、その自分自身で自分自身家族が、判断をして決定した結果が全部自分に跳ね返ってくるという問題なんですよね。例えば当事者、原発事故の当事者を考えると、政府だったり東電だったりいろんな当事者って言いますけれども、政府や東電は賠償とか補償っていうお金を持ってでしかその負担を負ってくれないんですよ。健康に対する被害が発生した時に負担を負うのは必ず個人であり家族であるという構造があるというふうに思っています。で、そういう観点で言えば、この15番にあるですね、情報へのアクセスは健康への権利に不可欠の要素だということと、それが自分たちの健康に関する決定を知るということにつながるんだということを最初に強調されているということには、すごく大きな意味があるのではないかというふうに思っています。で、それからもう一つがですね、この報告書が求めていることの大きなことは、事故が起こった後の長期的な健康の影響についてもいろいろと述べているんですけれども、最初にですね、原発事故の緊急対応ということを、報告書 の冒頭の方で述べているんですね。で、それが、7ページの14番というところなんですけれども、それに対応するですね、勧告というのがありまして、それがですね、40ページの、ところにあります。40ページのやつ、ごめんなさい。38ページです。で、すごく勧告自体はざっくりとしたものでして、76の C というところに、原子力災害後、原子力災害後、可及的速やかに関連する情報を公開することと。いうふうに書いたんですね。で、これはその事故発生後に、市民に十分な情報が渡らなかった結果、不必要な被爆を招いたとか、それから個人が判断をして行動する機会を奪われたということを明確に認識をされて、こういう指摘をされているんだと思います。非常に勧告の内容としてはざくっとしたことなんですけれども、私なりにこれを政府に求めるとすると、常に事故やこういうトラブルが起こったときには、実際に被害が発生するかどうかではなく、予防的な観点からも含めてちゃんと情報を出しなさいと。で、それをもとに行動して判断できる市民の行動を妨げてはいけませんということをずっとこのメッセージとして発しているのではないかというふうに思います。そういう意味では、この勧告をもとにですね、政府に具体的に
どういう情報の公開なり情報政策を求めるのかということをもっと具体的に落とし込んでいかなければいけないだろうというふうに、思いました。で今日たくさん人数いらっしゃるので十分に話せないと思いましたので、私どものホームページの方にコメントを受けてというので、簡単なコメントをすいません勧告報告を受けてというので簡単なコメントを載せましたので、よろしければぜひご覧いただければと思います。以上です。ありがとうございます。続きましてですね、原発事故子ども被災者支援法について、福島の子どもたちを守る法律家ネットワークの、吉峰正樹さんにお願いいたします。福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク、通称サフランという団体に所属しております吉峰正樹と申します。よろしくお願いします。本日はこの今回出ましたランダムローバー氏の国連の報告書についてですね、原発子ども被災者支援法の観点からコメントということで、ちょっと時間が限られているんですが簡単にコメントをさせていただきたいと思います。まずそもそものこの原発被災者子ども支援法というものの中身がどうなっていたかということなんですけれども、皆さんもご存知の方が当然ほとんどだと思うんですけれども、まずその避難基本方針というものを国がまず定めて、基本方針の中で避難対象支援対象地域というものを定めて、でそこからその支援対象地域におられる方々がそこから避難をする権利、そこに居住し続ける権利、そして避難をした先から帰ってくることについて自らの意思でそれを決定することができるように、そういったことについて国がどのように考えてどのように対策をするか、健康問題であるとか、それから生活支援であるとか、そういったことについて国の方で積極的に自分の方で国の方から働きかけて支援をしていかなければならないと。そしてその国が基本方針を決定するにあたってはその支援対象地域の住民の方々、避難をした方々、そうした方々からの意見を吸い上げるように国が必要な措置を取らなければならないということで、平成24年の6月の21日国民の代表者である国会議員たちの全会一致によって成立したのがこの法律でした。しかしながら皆さんもう本当に、仲良しと思っていらっしゃると思うんですが、現在に至るまでその基本方針というものが全く定まっていません。それどころかこの平成25年の3月15日に復興庁の方から、支援パッケージというものが突然出まして、でその支援パッケージというものについて基本方針というものがまだ定められない中で出てしまった。でそれに対して復興庁どのように言っているかというと、これはもう基本方針を超えた中身のものをもう内包していると、もう十分な施策をもう入れていると、そういったことを言っているわけです。でその中でどのように基本方針を国に定めるよう求めていくかということで、我々弁護士、被災者の方々、支援団体の方々、さまざまな働きかけをしていっていますが、具体的な動きがなかなかないという状況で、このアランド・グローバー氏からのこの報告が正式に出たということがあります。でその国が基本方針を定めることが遅れていることの一番の理由、その一つとして支援対象地域の設定というものが非常に難しいということが挙げられます。で支援対象地域について今回この勧告の中 ですね、しっかりとその明言がされたということがまず被災者支援法について非常に素晴らしい、これは前進というかですね、価値のあることだろうと思っています。番号としてはですね、33ページの F64 というところから補償と救済措置という項目がありまして、でそこの次のページになりますでしょうか。まずそこで被災者支援法についてですね、少々お待ちください。まず67番のところで、特別報告者は被災者の避難を選択する権利を認める、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律の成立について成立を歓迎するとしています。でこれはこれまでその政府の支援の中で、必ずしも、救われてこないというか、その完全にこぼれ落ちてしまっていた方々に対する、もしくはその対応に対するものがしっかりと書かれていると
しかしながらその次でですね、68番になるんですが、2012年6月に法律が成立したにもかかわらず、この法律の規定が全く履行されていないと。でさらにその履行の前提として、この履行というのはその基本地域の設定と必要施策の決定ということに当たると思いますが、その中で支援対象地域というものを明確に定めなければならないとしています。これ今復興庁の方ではさまざまな個別の政策について、それによって支援対象地域のようなものが異なるかのような言い方をいろいろしているんですが、実際に個別の対策を見ると、も被災3県福島に限っていたり、福島の一部に限っていたりと、全く被害の実情と合わないようなパッケージというものが提供されているんですが、ここについて明確に支援対象地域をまず明確にしなさいと。でその支援対象地域を明確にするというのは、そこは年間1ミリシーベルトを超える地域を全て含むべきであるということを言っています。でこれについてはその国の方はなかなかその1ミリシーベルトということについては、まあ、そのすぐ反論しているようですけれども、もともとここのところについてはもう支援対象地域としてはもう1ミリということで決めて、ただ実際に1ミリとした後でもそれを具体的にどこの地域にするかということを定めるのは、それはそれで難しい問題があろうかとは思いますが、それでもやはりここでまず1ミリシーベルトという基準を取るべきだというふうに明言された、このこと自体は非常に後押しになるというふうに理解しています。それからその67番からその以降がその被災者支援法についてのコメントが続いていくんですけれども、失礼しました。続いていくんですけれども、まずそこの他のですね、その健康管理調査のところでも先ほど少し話が出ましたが、さまざまな国が定める施策について住民の方々の意見を積極的に吸い上げていくべきだということも明言しています。国の方はですね、被災者支援法の方でもしっかりとその意見を吸い上げるようにしなければならないとされているにもかかわらず、必要な措置を講じるとされているにもかかわらず、自分たちからそういう場を設定するということをほとんどしていません。被災者の方々や支援団体の方々が本当に一日あげて頑張って意見を吸い上げて復興庁の方に持っていこうとすると、意見全部いらないですからエクセルでまとめた形で出してくださいみたいなことを言われたりすると、ちょっとおよそ信じられないような形で、でさらにじゃあ他の聞いてないところをどうするのかというと、パブリックコメントで終わらせましょうかみたいな感じのことを言おうとしていると、そういうことではなくって、しっかりと今回のものについては被災者の支援については自ら被災者の方々が自分たちに必要な被害の実情を訴えた上で、それに対してまずどのような被害が生じるのか含めて適切な情報を国に開示させて、で自分がそこで住み続けるのか、それから避難していくのか、それから戻ってくるのか、それについてもしっかりと国が生活支援という形のサポートをした上で行うべきだということを、それについては明確に書かれていますので、国に対してこれから国に対してはこの勧告も書かれた指摘されたことをもとにですね、引き続き基本方針の策定であるとか、そういったさまざまなことを今まで以上に強く働きかけていく必要があるだろうと思っています。とりあえず以上になります。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、今の、子ども被災者支援法についてですね、韓国ではその、被害者の参加を得て、基本方針を策定すべきであるという勧告を出しているんですが、それに対する日本政府のコメントとしては、現在検討中であり、被害者の意見を聞いているところですというようなお返事ですね。はい、でした。ちなみにですね、ご挨拶を。どうも皆さんこんにちは。もう一言だけ、今日勧告が出て、まあ、それぞれすいません、ちょっと2日前大変失礼しました。勧告が2日前に出て
役もついておりますので、一言言うとしたら、皆さんと一緒に国会の中でこの勧告を生かすべく全力を挙げて頑張ります。社民党の福島みさ子です。頑張ります。はい、ありがとうございました。本当に残念なのは国会議員がですね、この場にいないことなんです。これは本当に国会議員にこそ聞かせたかった話なんですね。でもここでめげずにですね、みんな皆さん、国会議員にこれをとにかく政府に実施させるのは国会議員の仕事だと思うんです。 ですからこれ本当に無視し続けたら、こんな言い方私あんまり好きじゃないんですが、日本の恥だと思います。ということで、みんなで頑張って実現していきましょう。で、今ですね、福島郡山市からですね、静岡に避難されている長谷川克美さんに電話がつながっていますので、長谷川さんお願いします。じゃあ坂上さん、はい、もしもし。今会場つながりましたので、そうしましたら、郡山から、今静岡の方に、避難されている長谷川克美さんですね。よろしくお願いします。はい、そうしましたら今回の、勧告を受けてですね、避難されているという立場でこの勧告についてのちょっとコメントをですね、お願いしたいと思います。はい、静岡から、失礼、福島県郡山市から平成23年の8月に静岡県の方に家族で受診避難をして長谷川と申します。今日は会場の方に仕事の関係で伺えず大変申し訳ございません。私もアランド・グローバー氏の、それに注目をしておりまして、この度出たものを、読ませていただきました。非常に長い、皆さんご承知の通り長い文章ですので、全部をこう要約して私のコメントというところまでは至らないかと思うんですけども、私が、全体読ませていただいた中で、まず心に残った箇所を3点ほど、挙げさせていただきました。その上で私の、避難者の立場としての見解を述べさせていただきたいと思います。まずですね、韓国の4番目の中で、健康に対する権利と原発災害対応という項目のところで和訳してある文章が今手元にあるんですけども、そこを読ませていただきます。日本の原発事故は避難者及び居住者の健康に対する権利に悪影響を及ぼし、特に妊婦、高齢者及び子どもの身体的及び精神的健康に影響している。放射線被曝の健康への正確な影響はまだ明らかになっておらず、停戦上、非放射線の長期的な影響もまた研究中である。避難は特に緊急救援に関わる人々、高齢者及び母子の間に精神的健康に関する問題を生じさせ、家族及びコミュニティの破壊を引き起こしている。この中で私が注目したのは、皆様も同様だと思いますけれども、健康への正確な影響は未だ明らかになっておらず、また研究中であるという箇所でございます。続いて2つ目に選手が挙げさせていただくちょっというところはですね、
特別報告者は原発の稼働、避難地域の指定、放射線量限界、健康調査、保障を含む原子力エネルギー政策と原子力規制の枠組みに関する全ての側面の意思決定プロセスに住民参加、特に静寂な立場のグループが参加するよう日本政府に求める。以上ということで、アンドグローバー中心に作られております。私が、この、勧告を読ませていただいた、率直な感想としましては、私はアンドグローバー氏にお会いしたことは全くございませんが、当たり前のことを当たり前に伝えてくださる非常に誠実な誠意のある方だということを実感しております。それに対しまして今回日本政府がこのことに対してコメントを出した中で私は一問一問いろいろ回答してあるというところまだ読んでないんですけども全体的に時事通信社でしたとか出した新聞を読ませていただいて政府が20ミリシーベルト規制のところで20ミリシーベルトは安全なだと言った覚えはないということの見解を出しているというところが読ませていただいたところに残りました。ここに対して私の気持ちを、コメントさせていただきます。私たち自主避難者は政府が積極的に行った20ミリシーベルト規制ゆえに今も微々たる保障に甘んじそれ以上に勝手に逃げ出した人々という屈辱に甘んじております。20ミリシーベルト規制は安全などといった覚えはないなどとの政府の保身とも言うべき機弁はさらに私たち自主避難者を侮蔑する言動と受け取っております。このような言動に対して激しい怒りを覚えます。アナンド・グローバー氏の勧告の通り特に脆弱な立場のグループが参加するよう日本政府に求めるということを私も自主避難者の一人として求めたいと思います。まとまらない話になりましたが以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、最初に申し上げた通りアナンド・グローバーさんが来日したときにですね、ありとあらゆる人たち、とりわけアナンド・グローバーさんがその重視したいのは被害当事者の方々の聞き取りだったんですね。ヒューマン・ライツ・ナウさんが非常に、ご苦労されてですね、いろいろな会合をセットしたわけです。でそのことを私たちは知っています。でそしてまたその専門家、支援している市民団体の聞き取りもしました。でこれらはですね今まで本来であれば日本政府がやるべきことだったんですね。でそれをアナンド・グローバーさんがやったわけです。でこの本当にありとあらゆる人たちの聞き取りをというのは本当に 重い話だと思います。その結果の報告書だと思うんですね。でそれに対してこう日本政府のその回答を見るとですね先ほどご紹介したように非常にこう何でしょうか受け止める誠実に受け止めるということではなくてですねもう非常にこう些細なあるいはそのグローバーさんの言ってることが正しいのに全然違う話を持ってくるというような反応の仕方をしているのは本当に残念なことだと思います。はい、実は伊達の菅野さんも下がってますか。はい、伊達市にお住まいの菅野さん、菅野、はい、美奈子さんに電話がつながっていますのでお願いいたします。もしもし菅野さん、はい、今、会場につながってますので、よろしくお願いします。はい、それで、菅野さんは伊達市にお住まいではい、その住んでるお家が特定避難勧奨地点に指定されて、はい、でそれで市内に避難されているということですね。
でそれで、まあ、突然昨年12月に解除になったということですけども、これについて何か説明等々はあったんでしょうか。どんな状況で解除っていうのはお知らされたんですか。もう11月の末に、測定しますっていう通知が来たんですけれども、その後もう突然報道テレビでもう解除しますっていうことで、次の日にはもう通知が来て解除しますっていう形になってたんです。で、今現在も私のその小国地区で皆さんで説明会を開くようにって要望を出したりとかしてるんですけれども、一向に市が対応する気がないという状態なんです。そうすると、まあ、突然なんか測りに来て、それでその指定解除っていうのは報道で知って、それで、通知は郵送かなんかで来たということですか。郵送で、はい、次の日に届いたんです。そうするともうそれでも写しで届いたんです。そうですか。そうするともう一切何の説明なくもう一方的に通知をされたという感じでしょうか。はい、そうです。でその後もう賠償も打ち切りになったというふうに伺っている、その辺はこの状況はいかがでしょうか。打ち切りが12月の中旬だったんですけど、その後3月までは猶予期間ということで3月までの賠償はあったんですけれども、その後はもう全くないという状態です。そうですか。はい、非常にこうひどい状況だと思うんですけども、もしその辺についてちょっとコメントとあればお話しいただけましょうか。やはり今回のいろいろなグローバーさんの話とかが聞きまして、本当に当たり前のことなんじゃないのかなっていうところがありました。やっぱり1ミリ以内で生活するべきだということも、今まで本当に1ミリ以内で生活しましょうっていうことだったんですけど、それが20ミリになって、20ミリ以内だったら避難も解除されてしまうような状態で、今自宅の方の占領も除染をしても除染にも限りがあって、かなりの数字が出てる状態で、子どもが住める状態ではないんですよ。それプラス今度は自主避難扱いになってしまうので、なかなか身動きが取れず本当に前進ができないという状態に陥ってます。でそこの辺でやはり国は行政時の方、政府の方々にきちんとしたやはり今までの生活を維持できるっていうか、今事故の前の生活に戻してほしい。で、それが一番の望みです。で、もしそれが除染によって無理なんであれば、やはり汚されたところを全てきれいにできないんであれば、やはり宮根さんに賠償を与えていただきたいっていうのが望みです。はい。はい。そうですね、もう賠償の打ち切りとはもう兵糧攻めみたいな。はい、はい、やはり避難してるとかなりの負担もそうなんですけど、精神的面もそうですけど、金銭面とかにもやはり前進しようとするといろいろやはりかかってしまったりとか、皆さん本当に苦労してるんですよ。水を買うにしても食べ物を買うにしても県外産を買ったりとかしてて、やはり出費がかなりひどい状態なので、本当に女性が無理なんであれば、やはりそういう方向で進めていただきたいというのはあります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この伊達の特定避難勧奨地点の打ち切り、去年の12月に打ち切られて、で説明会も何もなしに一方的に打ち切られたと。でその3ヶ月には賠償も打ち切られた。これは本当にひどい話で、これはまた別途ですね、ぜひこれをテーマにしてですね、何でしょうか、解決に向かった取り組みをしていきたいと思っております。ですね、あと15分ほど時間があるんですが、ここでですね、会場の皆さんからご意見とかコメントとか、ご質問とかありましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。
すみません、フリーランスのブマと申します。ちょっと私ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、国連の特別報告者アナンド・グローバー氏の勧告っていうのは、日本政府に対して強制力っていうんですか、そういうのはあるんでしょうか。強制力はないです。強制力はないんですが、まあ、重い意味は持つということですね。事実日本政府はなんかこれは受け入れられないとか、そういうコメントをかなりこう、しているということは、日本政府にとってプレッシャーになっていることは確かだと思います。はい。ごめんなさい、何度も。でも1ミリシーベルト以下にしてほしいと、私福島の双葉町の取材をずっと続けてるんですけれども、井戸川町長はそういったことによって潰されてしまったんですけれども、政治家がそれを主張すると国に潰されてしまうっていう、そういう状況もあるんですけれども、それについてはいかがなものなんでしょうか。福島 の, 厳しい状況は理解ができるんですが、でもせっかく頑張ってこういういい勧告を出してもらったので、この勧告を生かすことができるかは今度私たちにボールが投げられたというふうに思っているので、市民の人と、でもこれは私の立場から国会の中で大いに宣伝する、だから質問主意書を出すのか行政と交渉するのか、でも国連から言われているということに関してやっぱり政府はちゃんと答えるべきだと。で、政府がまだ反論すればそれをもとに大論争をしていって、やっぱり世論を押していく方向に、今子ども被災者支援法がなかなか動いて、残念ながら動いてなくて、雇用と健康診断は少しやってるんですが、少しというか進めようとしてるんですが、これをどう生かしていくか、私自身はちょっと、国会で質問する、行政交渉する、質問趣旨を出すということなどは考えてるんですが、むしろ一緒に政府の方針を変えるべく頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、言論表現の自由を守る会の事務局長をしております柿内と申します。今日のこういう会を開いていただきまして、主催者の皆さんに心からお礼申し上げます。本当にこの福島第一原発の事故の問題は人権問題であるということに本当に正面から光を当てていただいて、その問題点を詳細にこのように勧告していただいたということで、本当に画期的な勧告が出されたと思います。私たちは 3.11 以降ですね、言論表現の自由を守るというそういうビラ弾圧 の, 団体でしたけれども、この被爆の問題、環境汚染の問題をどのように取り組むのかということで、やはり国連の協議資格を取得して、その命と人権の問題がやはりこのようにないがしろにされているということ、この鎖国状態を解いて、そしてその保障をさせるということが極めて重要だということ、とりわけ社会権規約委員会から原発の問題、震災弱者二重ローンの問題は2001年に韓国に出ていたわけですね。これを実施しないどころか、翌年にその韓国が出た翌年に反論までしていたと、そのことがこの事故につながったということ、これをやはり国連にも通報しながら、皆さんにも伝えながら、そしてそれをどうやって運動にしていこうかということで、ささやかながらこう努力してきたわけですが、昨年国連の、正式公認のサイドイベントを私もジュネーブで開催させていただきまして、井戸川町長にも訴えていただきました。やはりそうした国連の場で訴えるということが、こう国外と内と、もう双方にこうなんて言うんでしょう、キャッチボールがどんどん速くなっているわけですけど、ぜひね、このグローバーさんは、
社会権規約の12条、そこに健康に関する権利が謳われているわけです。これに基づいて人権理事会が指名したただ一人 の特別報告者なわけです。ですから日本は政府は国際人権規約を79年に批准しているわけです。そして自由権の無実法制度はその当時もう早期に批准すると全会一致で全会派一致で決議を挙げているんですね。ですからその時も自民党政治でしたから、今もう34年目になろうとしているわけですから、もう無実法制度を即時批准してこれをとにかく活用の道に踏み出せということも同時に行う必要があると思います。そしてその力になるのが、社会権規約委員会から、出た勧告です。4月30日に第3回日本政府の審査が行われまして、ここでパラグラフ25でこの原発問題で重大な勧告を出しています。それは前回の勧告を実施しなかったからこういう被害になってるんだということを指摘した上で、再度と言って透明性を高めて、そして備えを一層強化して、そして潜在的危険や防止措置及び対応計画に関する包括的な信頼できるかつ正確な情報を住民に対して提供するとともに、事故が発生した場合あらゆる情報が速やかに開示されるよう確保するよう締約国に対して促すと。そして最後にですね、グローバー氏のその勧告を実施するよう締約国に対して奨励すると、ここの中でも言ってるんです。そしてこの最後のところで、このことが実施されるように、社会のあらゆるレベルで、特に公務員、司法機関および市民社会組織の中でこの総括所見を広く普及するとともに、この所見を実施するために取った措置について次回の報告書では報告しなさいと言ってるわけです。ですから具体的なその、決定的なものはないですけれども、その世論を高めながら、そして個人通報制度を批准するということが最も重要なポイントです。特に子どもの権利条約の個人通報制度は閣議決定で批准できちゃうんです。もうこれをみんなで批准しなさいという命令を国民が命令することが大事だと思いますので、その運動も一緒に取り組めたらと思ってますので、よろしくお願いします。はい、すいません、時間関係から、じゃあ皆さん短くコメントいただきたいと思います。学校の先山と申します。被爆労働者のことについてなんですけれども、チェルノブイリでは事故収束に携わったリクビダンドルの人たちは非常に手厚くっていうか、一般の被爆者よりは手厚く保護されているわけですよね。それでその後もずっと他の被爆者よりは健康とかそういうものに対しても保障されていると、そういう状態があるわけです。それに比べると日本のですね、事故処理をしている方っていうのをあまりにも使い捨て、先ほどおっしゃってましたけれども使い捨てになっている。で、今の社会、私たちが安全に暮らせているというのはやはり現場のそういう労働者のおかげなわけですよ。で、そういう人たちの人権とかその健康とか本当に無視した感じでやられてるっていうのは非常におかしな話だと思うんです。ですから被爆労働事故の収束に当たっている、収束できるかどうか分かりませんけれども、そういう努力してらっしゃる方ですよね。そういう人たちを国家で厚く保護するという、彼らの健康をですね保護するというような政策をですね、ぜひ国会でやっていただきたいと、そういうふうに思います。そうじゃないと、もちろん私たち日本だけじゃなくてですね、世界の人たちの健康も生物の健康も保障できないということになるんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。すいません、さっき手を挙げていた3人の方に絞らせていただき、じゃあそちらお願いします。
あ、すみません、アクティオのぬくいと申しますけれども、吉田さんにちょっとご質問したいんですけれども、先ほどの、コメントの中でですね、チェルノブイリのことが正しく伝わっていないというふうなことをおっしゃられたんですが、その点について詳しくお聞きしたいのが一つと、あと、まあ、同じような国連の機関で WHO が報告をしましたけれども、その点についてもどう思われるかということで、ちょっとお聞きしたいと思います。すみません。WHO というのはチェルノブイリについてという意味ですか？福島について。こちらの報告書の中で、ちゃんと伝わってない分、すみません。こちらの、グローバーさんの報告書の中で、きちんとクレイされてないというふうなところがあるということで、その詳細についてです。またちょっと時間がないので、詳細については話す時間はないんですけれども、つまりここでは、クローバーさんは、まあ、甲状腺だけではないというふうにはおっしゃってますけれども、まあ、その他もちろんそんなに細かいことまでね書ききれないとは思うんですけれども、今のがんではないさまざまな疾患というのが非常にチェルノブイリでは増えていると。でそれは実際に被爆した人ではなだけではなくって、その人たちから生まれた子どもたちでもやはりその汚染地域に住んでいる人たちの、まあ、新しく生まれてきた子どもたちも健康状態が悪くなっている、そういった問題もありますので、まあ、本当に見ていけば非常に大きな問題がありますが、まあ、なかなかそこまではちょっと触れられていないというふうに思っていて、すみません時間がないのでまた別の機会があればと思います。すみません、今の WHO の件に関してもちょっとお話しますけども、福島から自主避難して東京に来ています。アナンドグローバー州ではですね、11月16日来た次の夜ですね、弁護士会館でヒアリングを受けたんですけども、その時には10人ぐらいの自主避難者が集まってですね、最初の夜なのでですけども、アナンドさんはものすごい情報を持ってて、日本のあらゆる問題に関するですね、多分相当な基礎調査をやってきたみたいで、ほとんどの問題を漏らしていました。で、その時は本当に福岡で本当にいい人みたいな感じだったんですけども、最後の日臨時接種日に外国人記者会館でやった時にはものすごい戦闘的でですね、ものすごい思ってました。本当は1週間の変わりようにびっくりしましたけども、はい。で、ですね、健康問題に関して今回ですね、ヒマライズナウが呼んでくださっているのはすごく大切なことで、原発事故による健康に関しては WHO は一切手出さなくて、調査も何もできないんです。それは秘密条約で、IAEA との秘密条約でですね、健康調査に関しては WHO は一切関与しないというね、秘密条約があるんですね。ですから健康問題としては原発事故は扱えないんです。残念ですけども、それでこの人権問題として扱うというね、このどなたの提案か分からないですけども、すごくいい提案だと思います。と同時に、ですね、昨年12月に IAEA の、国際大会が福島の郡山であったんですけども、その場でですね、今回の報告にもあります費用対効果という言葉、たくさんの人たちを移住させるよりもそこに住ました方が安く上がるっていうのをね、ICRP がですね勧告したんですね。で、それがこの中に盛り込まれています。で、それに関してはですね、どういうプロセスをやっているかというのがこのふうに書いてあります。このふうにETOSプロジェクトというのがあるんですけども、これは ICRP が主導してですね、住民主体でそこに住まわせるというプロジェクトなんです。これはベラルーシで成功したプロジェクト、ICRP としては成功したんですけども、ベラルーシの人たちはすごいひどい目にあったという、それを今福島県でITOSプロジェクトでやってます。で、そのボスがですね、まあ、女性でいわきに住んでるんですけども、ナンバーズが伊達市の放射線アドバイザーなんです。で、伊達市ではたくさん ICRP がですね、そういう会話をやってまして、ですから伊達市がね、すごいひどい大変な目にあってるのがね、納得できるんですけども、各市町村がですね、放射線アドバイザーをこう1人ないし2人いるんですけども、それは ICRP の日本の支部が斡旋してるんです。そういうことを
を踏まえると、この韓国は、ね、ものすごくいいものだなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、最後に、ちょっと、皆さんに、参考情報としてなんですが、皆さんもお気づきかもしれないんですが、残念ながらこの国連の人権理事会で、健康に対する権利特別報告者が、福島原発事故 の人権状況について、報告を行い日本政府に勧告した、日本のマスコミの扱いちっちゃかったですよね。なおかつですね、朝日新聞5月27日グローバーさんの報告が載るべき日だったと思うんですが、残念ながら一面のトップがですね、国連の、科学技術委員会の、福島原発事故、国民全体の甲状腺被爆量チェルノブイリの30分の1というような報告案の紹介が載っていたんです。でこれについてはですね、私もあれとか思って、これはどの報告だろうと思って、元の報告書を探そうとしたんですが、ちょっと残念ながらまだ入手できていない状況なんですね。でそもそもこのタイミングで、どうやらその国連の科学技術委員会っていうのは、これはその IAEA と同じで、チェルノブイリ後、被害隠しというのがチェルノブイリ原発事故で横行したんですが、IAEA、アンスケア、その国連の科学技術委員会ですね、何かの方向が非常にこう、被害を隠したということで、現場の医師たちの警鐘を一切こう切り捨てていったような歴史があるわけなんですが、福島でも今同じことが起ころうとしている。そしてこの、アマンド・グローバーさんの、報告というものが報道されることが期待された日にですね、まさに同じ日にこの国連の科学技術委員会報告書、しかもその最終案ではなくて、本当にこれ報道する必要があるタイミングなのみたいな、そういうタイミングなんですね。というのが非常に私気になっておりまして、もちろん心ある記者の方が一生懸命報道してくれることによって、福島の県民健康管理調査なんで、まさに少しは前進が見られているんですね。ご存じの方もいるかもしれませんが、今までその、不安の払拭とされていた目的が書き換えられて、本来 の, その、健康、放射線被爆による健康状態の把握という本来の目的、あるべき目的に書き換えられました。そして福島県立医大 の, その委員なんかの入れ替えもあって、ちょっとその人選についてはですね、あれとか思うような人たちでもあったりするんですが、とにかくこう国民、私たち市民の声とか専門家の声とか心ある記者の報道というのが確実に聞いているのは確かなんです。 ですから言いたかったのはですね、諦めずに声を上げ続け、マスコミにも聞きましょう、なんでということですね。朝日新聞にも電話してください。その日の夕刊に非常にちっちゃく載ったらしいんですが、なんでこっちを一面にしたのって、これは読者の当然の疑問でいいと思います。でこの元の報告者は一体どこですかと、ね、でなぜこのタイミングに報道したんですかって聞いてみてください。非常に下せないです。で読売 の, 記事もですね、非常に下せない、甲状腺の被爆線量と健康影響をなんか直接こうなんかリンクさせて、健康に影響がないっていうのはもういとも容易に書いてるんですね。もう一読者としてですね、バンバン電話かけてマスメディアにも報道、正しいことを報道すべきことを報道させ、変な報道はやめるように言いましょうということで、すいませんちょっと打足でした。ということで今日は皆さんお忙しい中ありがとうございました。これからも頑張っていきましょう。ありがとうございました。すいません、ごめんなさい、すっかり忘れていました。ごめんなさい、すいません、皆さんお手元に集会のアピール文があると思います。共同アピールというで、ちょっと修正がありますので、すいません木村さん、ちょっともうちょっと残っててください。ですね、修正があります。一番最後にの段落、一番最後の段落のとりわけこの勧告に従い、
その後ですね、少なくともって入れてください。少なくとも追加被曝線量1ミリシーベルトし、あ、ごめんなさい、違った。その下の行です。また点、その下に少なくとも追加被曝線量1ミリシーベルト以上の人々を対象とした健康調査。でそしてその最後の文ですね、さらにっていうところなんですが、現在のっていう言葉を消してください。で原発事故の収束作業員および除染作業員の、長期的な健康管理に関して、もう一度読みますと、さらに原発事故の収束作業員および除染作業員の長期的な健康管理に関して、被曝量によらず国が責任を持って取り組むことをというふうにしたいと思います。じゃあ最後あの今回非常にこうたくさんの仕事をしてくださいました。はい。そうですか。はい。はい、わかりました。ということでこの共同アピールなんですが、皆さんちょっとサラサラサラっと見てみまして、内容としては今日、話したことが含まれていると思います。で、まあ、題だけ読みますと、私たちは国連健康に生きる権利特別報告者の勧告を歓迎します。日本政府は勧告を受け入れてください。原発被害者の生きる権利を保障してください。抜本的な政策の見直しを行ってくださいということで、この共同アピールをぜひ皆さんとともに採択したいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。最後不手際申し訳ありませんでした。